こんばんは、ゆうかです。2023年明けましておめでとうございます。うさぎ年ということで、生まれて初めてバニーガールの格好をしてみています。世代的にはバニーガールの格好といったら鈴宮春日を思い出すんですが、年がいもない私でもこの格好は大丈夫そうでしょうか。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は新年にふさわしい和風なこのキットを作っていこうと思います。それはこちら、じゃーん。ウッディジョーさんから発売されている150分の1の法隆寺五重塔です。ここに書いてある通り、このサイズが実物大になるそうなんですけれども、木製の建築模型というのを作ったことがないので、どんな感じなのか楽しみです。それでは本編をご覧ください。開封していく前に日が暮れて寒くなってきたので、ちょっと上着を着させていただきます。ホットカーペットオン、完璧だ。それでは開けていきます。すごい木のいい匂い。説明書はこんな感じ、わかりやすそうです。接着剤に木工用ボンドが必要みたいです。パーツはこんな感じで紙にくっついて入っています。空振りがひどい。下にはレーザー加工されたパーツが入っていました。それと壁紙が1枚入っていました。なんだか図工みたいな感じになるのかな。1番はこのスケールにはつかないということですので、2番のもこしを作っていきます。もこし、もこし、あかんかん、初めて聞いたこんな言葉。仮止めしてぴったり合うように調整加工してから接着します。なんか難しいのかな。ここ段になってるんですけど、こう合わせて止められるようになってるみたいです。セメダインの木工用ボンド、家にあったものです。ハッピー、何、水が出た。どうでもいいですが、ゆっこ以外でハッピーなんていう人いるんですね。詳しくはアニメ日常の21話をご覧ください。ボンドをつけてパーツとパーツをくっつけます。プラモデルと違ってすぐに固定されるわけではないので、手で持つのは危険と判断して下に置いてくっつけるようにしました。ぎゅうぎゅうぎゅう。一旦これで置いときます。壁紙はシートから切り離して使います。会社でも事務作業として線に沿って切るなんてことをしたりするんですけれども、まっすぐ切るときはカッターの方がいいのかなと思いつつ、定規がずれて失敗したら怖いなと思うので、いつもハサミを使っています。皆さんだったらどう切りますか？コメント欄で教えてください。レーザー部品はこんな感じでめちゃくちゃ細かいです。これはデザインナイフで切れるかな。お、いけそうな気がする。全体がくっついてるのではなくて、数箇所1ミリ程度くっついてるだけなので、型抜きみたいな感じで外すことができました。取れた取れた。すごい細くて細かい。この枠に合わせてこう貼ると、やー、盛大にはみ出ました。こういうところに出しといて、それを塗りゃいいんじゃない。賢い。爪楊枝とかがなくて消食スティックを使ってるのはご愛嬌です。息を殺して貼り付けていきます。ここが一番緊張したかもしれません。木と木だったらまだ失敗しても剥がせるかなと思うんですけれども、失敗すると紙が剥がれてしまう可能性があるので、慎重に慎重に貼り付けました。貼り付けるとこんな感じ。紙だけのものより奥行き感が出ました。4つとも貼り終えました。飛び出た紙の部分はカットしておきました。ボンドをしっかりつけて、いざ接着。大丈夫そうです。他の面は直接ボンドを塗ってから貼り付けました。はい、もこしができました。近くで見るとこんな感じ。これが何段も積み重なる感じなんでしょうか。続きも作っていきます。次はもこしに屋根をつけていきます。この4つのパーツを合わせるだけなんですけれども、やや隙間があったりしますので、どの位置が一番しっくりくるか見定めてから貼り付けることにしました。唐突な雑談ですが、クリスマスイブに人生初めてのバニーガールのガールズバーに友人と行ってきました。ビルの入り口でベンチコートを着て看板を持っている女の子と一緒に店に入ったのですが、
コートを脱いだバニー姿とのギャップに目が釘付け。そしてマスクを外したお顔の可愛さったら鼻自慢です。可愛い女の子が可愛い格好で話を聞いてくれて、適度に会話もしてくれる。ガールズバーっていいですね。クリスマスですし、過去女の子にちゃんとご馳走して楽しく帰りましたとさ。おしまい。さて、ボンドをつけ終わりました。くっつくまで待ちます。次は各階の壁を作っていきます。ここは壁紙を貼るだけみたい。ボンドを塗って壁紙をくっつける。とっても簡単な作業ですが、きっちり切った壁紙がこの面にぴったり合うとすごく気持ちいいです。それぞれ余白があるようにプリントされているので、こんなにぴったり切らなくても、大まかに切ってから貼り付けて、乾燥してからカッターナイフで綺麗に切り取るという方法もあったのかななんて思いましたが、綺麗に切った紙を綺麗に貼り付ける、これがやっぱり気持ちいいです。すべてのフロアにすべての壁紙を貼るとこんな感じ。我ながら綺麗に貼れたなぁと惚れ惚れします。あ、一個逆向いてる。で、さっき放置していた屋根をこういう風にくっつけたいんですけど、見ての通り何の印もないので、いい具合のところを見つけてつけるって感じなのかなと思います。嘘です。本当はちゃんと測った方がいいと思います。私はただ面倒くさがりなだけではなく、こういったことに絶対の自信があるので、憶測で貼ることにしました。多分ほぼ真ん中です。次は天井板と壁をくっつけていきます。ここは鉛筆線で対角線を引いて、中心をしっかり見定めてから貼るように書かれていました。ボンドを塗ってさっき引いた線に角が合うように貼るだけ。とても簡単です。壁と天井をくっつけられたら、このひじきをつけていくみたいです。なんて読むんだろう。あ、ひじきで合ってた。書いてある。ひじき、ひじき美味しいですよね。 A と B で微妙に大きさが違うみたいです。これも型抜きの要領で切り離します。切り離したパーツは二度切りじゃないですけど、凹凸がないように綺麗にしておきました。とっても小さいパーツなので、ピンセットを使ってくっつけるのが得策だと思います。各フロアに8個から12個つけるんですけれども、これがまた大変で、レーザー加工されているパーツは必ずしも断面がまっすぐではないので、綺麗に貼り付けるのが結構難しかったです。これは集中力が試される。うさ耳が落ちても気にしません。これが5個あると考えると、魔法でいいやとつけられたらいいんだけどな。各フロアの天井板とひじきをくっつけました。このひじきかなをつけただけで、こんなにリアリティが増すとは思いませんでした。今説明書の表の方が一通り作れました。続いて裏面なんですけれども、もう夜になってしまってお昼ご飯も食べてないので、今日はこの辺で作業を中断して、今回の動画は前編と後編に分けようかなと思います。現状はこんな感じ。ぜひ後半の完成まで見ていただけたら嬉しいぴょん。チャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この日暗くなる前に掃除機をどうしてもかけたかったので、この格好で掃除機をかけていました。撮影をしてたのが29日で、仕事納めが28日だったので、大掃除ってほどはできなかったんですけど、この日以外にしっかりベランダとか普段できないところを大掃除しました。皆さんはしっかり大掃除して新年迎えることができましたか？皆さんにとって今年が良い1年でありますように。